ステージの作り方教えて。ちょっと俺やったこと、いろんな遊びかな。あった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 。あ、待って待って、その前にさ、ちょっと鉄拳のモデルを。鉄拳ステージ、どういうのがあんの。あー、はい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 、なるほどね。こういう感じか。まあ言うたら 2D 平面で、多分ね、体力制にするから地獄バーストっていうか、なんていうと撃墜バーストはないと思うよ。まあまあ、なんとなくイメージついたわ。 OK、 一応狭いでいいな。狭い狭いで行ってみるか。壁紙は、お、いろいろあるんだ、いろいろあるんだ。え、でもさ、待って、ね、さっきのに寄せるとしたら炎っぽいエフェクト、うわ、少なくないか。んー、でもここに近いか。音楽、アイロンフィス、いや、まあ、でもこれはちょっとぽいぞ。タッチスクリーン操作が、いや、かもしれん。おおおおおお、ちょっと待って、これ俺にできる気がしないんだが、お、俺にできる気がしない。あ、でも直線は引きやすい。なら、もう普通の人はさ、こっちに囲むでしょ？違います。あ、あ、ちゃ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 、あ、助けて。違います。あー、もうずれるな。違う違う。違うんですって、俺まっすぐ引きたいだけなんですって。ちょっと誰か、あー、よかった。オッケー、もうこれ一筆書きやもん。こうして二段、でも二段ジャンプぐらいは打てる範囲、高さにしたいから高さはそこそこあっていい。あ、あのちょびってあるのいい、みんな、あのちょびってあるのいいかな、あれいいから、すまん。えいっ、おお、草生えた。お前、おいステージに笑われてるんだが、これ再生って何。あ、試してみる一瞬。違う違う違うって、中に入れたいんよ。ちょうどさっきタッチ線を引いて地形を書く。考えろ考えろ。来た。まず近くで囲ったら、囲った場所があれになるんでしょ。ってことは、いや、細い線4つで囲むって、そうよね、今俺やろうとしたんだが、もうちょい太くないとダメ。おい、これはいいだろ、さすがにこれはいけるよね。あはははは、草生えた。可否なんだが、もうこれ勢いで行くしかないわ。もうしょうがない。まあ、これファラオが眠ってる石碑じゃん、これも。まあいいんじゃない？でも。これいいんじゃない？ね、で、試してみようか。試すわ。てか。これ割と鉄拳。何これ、もう分からん。 OK で、でよ。いや、これさ、最新の鉄拳できた、最新の鉄拳できたぞ。いや、これいけるでしょ。いきます、いきまよか。1分前を思い出せ。これさ、やっぱ開幕レーザーは鉄板。ここ、オッケー。
ない。ごめん、やばい。ひー、うわ、強い強い。集中ね。受けてかい。これ抜けれまへん。え？エース当たる気しね。うまっ。オッケーで横引いて、横引見せつつ。で、あのガードの意識、まあ AI に意識とかあるんか知らんけど、下見も忘れてんな俺。 OK、 下投げジャンプしたら回避、うそや、信じる。いや結構いい火力なんやけど、 70% コンボよ。あっぶね、全然ある。見えんそれ。これ避けれん絶対。なんだ今の。くっそ。いやマジ差し返しやね。どうするの？これあるから。やべ、あっぶね。でかい。でかい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 。これ絶対出てくるんよね。俺だってやってやるわ。オッケー。オッケー。オッケー。さんっていう話知ってる？そういうこと。徹底するレーザー。いやもうラインが。やれてるやれてる、今んとこやれてる。私は考えることにしよう。オッケー、読んだ。でかいよ。下火の読み合いがでかい。
外すなんてことあるんだね。でか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 、なんで。よし、これで5分。でかい。受け身は取れるようになってきた。ただし受け身だけ。ああ終わった。んで、ああくそ。なんで来てんの、なんで来てんの、もう見てなかったわ今の。どこに伏してたの今の。集中切れてた。